丸おもりに接着剤で六角ナットを縦向きにつけ、1日置いておきます。2本のペットボトルに水を1杯まで入れ、蓋をしっかり閉めます。ペットボトルの上にステンレス棒を渡し、梱包用テープでしっかり留めます。50cm に切ったテグスを丸おもりにつけた六角ナットに通し、ステンレス棒に巻きつけ、テープで留めて吊り下げます。ペットボトルを押さえながら丸おもりを揺らして往復する時間を測ります。1秒で1往復する振り子になるように振り子の長さを調整します。1秒で1往復する振り子になったら、棒から重りの中心までの長さを測ります。